ビジョン・ザ・富山。さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い、未来のビジョンを伺うコーナービジョン・ザ・富山。今日のゲストはガラス作家吉田香織さんです船橋村に自身の工房を構えガラス作品の制作や教室を開くとともに 富山ガラス作家協会の共同代表も務めておられます吉田さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずは吉田香織さんとガラスとの出会いこれはどういったことがきっかけだったんでしょうかあの富山市がやってた富山市民大学の中のガラス工芸コースっていうのがあるって知ったのが いつぐらいだったかな、二十八歳ぐらい、かなり前ですけども。で、それで応募して、まあ、三度目ぐらいでようやくその講座に入れて。はい、で、それで初めてガラスと出会いました。となると、富山市はもうずいぶん前から。ね、ううガラスの、うん、まあ、市民講座というか、そういうのをやってたってことですよね、えーえー。そうですね。今はもうそのガラス工芸コースは終了したんですけども。多分、三十年くらいか、なんか。やっ ね、やっていいいいたただんじゃないかと思いますけど改めてそんな吉田香織さんのプロフィールです富山大学卒業後1991年に開学した富山ガラス造形研究所造形科の1期生として入られますそして卒業後は研究所の研究科研究科助手などを経て1997年に個人工房グラスファクトリーケーズスタジオを開設。 個展やグループ店などを中心に活動され2004年には第2回現代ガラス展 in 小野田で大賞を受賞されるなどさまざまな賞を受賞しておられます。じゃあ先ほどの,その市民大学っていうのはこの富山ガラス造形研究所の一期生となられる前の話ということなんですで研究所ができる までにそのあと4年くらいあったと思うんですけども、はい、その市民大学の講師があの富山ガラス工房におられる野田雄一さんんだったんですね、はい、でその方と出会ってこういう研究所がそのうちできるんだよってお話をお聞きして、うん、じゃあ受けてみようかなって思って1 <laughs> 期生で受験したらまあ,あのラッキーなことに合格したんですけど。 もう今富山市では、まあ、ガラスの街づくり進めてますけど本当その先駆けというか黎明期の頃から携わってこられたのが吉田さんとということですよねあの,吉田さんのガラスの作品というのはどんな特徴というか今は吹きガラスもよくやってますけどももともとは電気炉 まあ、焼き物を焼くような窯の中で作品を作っていくものが、うんまあ、いわゆるアーートピースですね、はい、そういうものを研究所時代からよく作ってました、うん、で工房を開いてからはやはり吹きガラスの窯も構えたので、はい、教室もしたり体験したりいわゆるグラスとか、まあ、お酒を飲む、うんうん、器とかそういうものもよく作っています。 あのホームページなどを拝見すると吉田さんの作品出てるんですけど、まあ、写真で見ても本当にガラスの透明感とそこについてる色がとっても柔らかだったり。うん この色合いの特徴っていうのをあこれが吉田さんなんだなって感じることがあるんですけどそのあたり何か自分の思いとかってあるんですかあいろんな色がガラスはあって本当にたくさんの色があるんですけどで、まあ、その色のガラスを私たちは購入して自分の釜のガラスと合わせて作るんですがやっぱりそこでこう自分の気持ちにフィットする色って、はい、あこれかなみたいな。 のでちょっと青でもこっちの青がいいとか、うんうん、赤も好きだし、はい、まあでもそんな自分の好きな色って限定されるじゃないですか,、うん、だか多分こう同じ色ばっかりちょっとと思いながらも、はい、やっぱりこうそっちの方に流れていくんだと思うんですけどもガラスって形も自由自在だしもちろん透明感とか色とか、うん、本当にその作家の方 によって、全く違うものが出来上がるっていうところが、いいなって思うんですけどね、うんうん。本当にいろんなものが出てくると思います。<laughs> まあ、吉田さんがガラスの世界に入って、もうこれだけ長い間続けてこられたっていうのは、それだけひき、引かれるものがあったかと思うんですけど。うん、そのあたり、いかがですか。そうですね。あの、初めて市民大学に入った時に。そのガラスって、こう、なんていうか、透明なものっていう。 イメージしかなかったんですけどもサンドブラストっていう技法を知ってこう砂を当てるとすすりガラス状態になるんですよね、はい、でその砂を当てることでガラスを掘ることもできるとか、はい、あとその電気炉の中で焼くと石膏の型の中にガラスの砕いたものを詰めて焼くとガラスが溶けて、はい、そ,のその型通りのガラスが出てくるとか、はい、なんかこうガラスってこういろんな表情があるっていうことでまず ガラスにこうなんか引き込まれてしまいましたね。でも暑くて大変ですよね。扱いにくいか扱いやすいかっていうと、そうですね。スピードもいるし、そうですね。えー、難しくないですか？難しいです。今でも難しいなと思いながら、<laughs> もうなんかつい最近も吹きガラスしてて、うん、うまくいかなくて、<え>結構落ち込んでりもしてましたけど。<laughs> 吉田さんでもいやいやそういうことがあん、ね、本当にもう毎回です毎回。うん、同じような 技法で作って同じようにこう空気を入れたりしててもやっぱり違うものになってこともよくあるし、うんうん、でもまあそれがまた面白いとこではあるんですけどもでもやっぱりこうあのショップからの。 発注、はい、とかはなるべく同じようなもののを作ろうと目指してるのになな <laughs> なんか違うなみたいなこともよくありますショップっていうのは吉田薫さんの作品は富山市のガラス美術館の、ねね、ショップで購入することができますけど、ええ、やっぱり、ああいうみんなが集まるところに富山のガラスっていうのが出るようになって、まあ、ここ数年ですけどあれはいい取り組みだなって思いますね。うんうんええ、本当にあの、うん ももととその先に富山ガラス工房もあってそちらにもショップがあったんですが、はい、この町の中にガラス美術館ができたということであの熊健吾さんの建築という、はい、インパクトもあって、ええ、県外の方も多くいらっしゃるようになったしそのアートピースの展示などを見た後で、うん、ショップでまた普段使えるものにも触れることができるっていうことでやっぱりたくさん ガラスを購入,し購入していただけるようになりましたね吉田さんはガラス製作される時はどんなことを心がけておられるんですか、えー、その普段使いのものはやっぱり一つこう決まった形があるのでそれに近いけどもやっぱり自分の中でちょっとしっくりこない場合もあるのでうん,、うん、なんかこう自分でああ胸にしっくりくる、うん、あいい感じって思えるようなものに仕上がるように。うん 作っていますけど、そこでしっくりくるまでによくあの映像とかでこれはダメガシャンって渡りするのみたいなそういうことあるんですか？<laughs> あのあ<っ>ガラスの生地がいまいちこう綺麗じゃない、はい、綺麗じゃないっていうかあのその色の広がり方とかが違ってたり。 なん,かなんかちょっとこれこれから直すの大変だなみたいな時は途中でやめることもありますね、うん、<laughs> ガチャンと割るかどうか別として、えー、途中でやめられることも、えー、そうですねういうありました今ほどもあのお話に出てきましたけどその富山ガラス造形研究所っていうのが富山市にできてから去年ちょうど30年という節目で,そ,で,、ね、でその前に先ほどの富山市民大学のガラス工芸コースというのがあってそれから37年ということで まあもう間もなく40年経とうことしてるんですけど、うんうん、富山のガラスを取り巻く環境っていうのは変わってきていると思われますか、うん。変わってきたと思います。うん、あの工房開いて今年の5月で25年になるんですが、はい、やっぱり10年くらい前まではいろんな活動を仲間と一緒にやったりとかしても、なんかこうやっぱりいろんな方には広まってないっていう感じがしてたんですが、はい、この10年くらい前から。 やっぱりこう結構皆さんガラス知ってくださるようになったのではないかなと思いますまあ30年以上かけてようやくなんか定着してきたのかなっていうところでしょうかね,ううね、うん、今日のビジョンザ富山ゲストはガラス作家の吉田香織さんです吉田さんは富山ガラス作家協会の共同代表も務めておられますがこれは今から10年前に作られたということですけど どんんな思いでで作られたんでしょうか、あのーまあ、個人の作家が増えてきたので,でそろそろ教会を作ったらっていう声はそのもっと前からい頂いてたんですけども、はいまあ、なかなかそういうものを一つ立ち上げるって、うん、なんかこう一大決心というか難しいっていう気持ちもあって、はいまあ、ある方からそろそろ本当にまた作ればって声かけていただいて、うんはい、でじゃあ うん、個人の作家が集まって何ができるというわけでもないんだけどもやっぱりこう協力し合えるようなところでそう作ろうかということになったんですけど今メンバーすごく少ないですね18人くらいですねやっぱりあのちょっといろんな事情で県外へ帰られる方とかおられたり、はい、まあちょっとお子さんが大変だとかでちょっとお休みとかいう方もおられるんですけども、まあ、18名ほどいますね。 まあ富山のガラスのまちづくりっていうのはやっぱり産業面でもこのガラスっていうのをまあ富山には伝統産業がないっていう富山市にはもうありましたから取り入れたいと思いもあったんでしょうけど実際その分野はどうですか、うん、今割とまあさっきも話ししたように美術館のにショップができたってこともあるしあと今はもう SNS で結構いろいろガラスを見てもらえるようになったりオンラインショップもあったりとかそういうこともあって割とあの富山のガラスっていうのは 結構知られてきた、うん、で雑誌とかテレビでも取り上げれてもらえるようになりましたし東京の大手百貨店にちょっと高級ラインの食器、うんまあ、グラスとか器を出して、うん、それを富山アイコニックっていう、まあ、ブランド名をつけて、うんまあ、新たなチャンネルでね売ろうなんていう、うん、そういう動きもありますよね富山のグラスにはね。 作品を作るようになったという二点で、はい、富山ブランドの中の推奨ブランドに認定されました富山県が認証している県推奨富山ブランドっていうものの中に今まで入ってなかったんだという感じだったんですけど去年に認証されたとただ私結構よく取材でガラス美術館とかガラス工房とか造形研究所に行くんですけど 県外の方とか海外の方の方が富山のガラスってよく知っておられて私たち市民県民の方があんまり知らなかったり関心がなかったりっていうとこがあるのかなと思うんですけどその辺り課題もありそうですよね以前本当にそういう感じが強かったんですけどもガラス工房が小学校6年生の子たちにみんなに体験してもらおうってことで。 あのたくさんの子たちに体験してもらうようになったり、はい、まあ美術館ができたことそれからあの街の中にガラスを展示するっていうようなことで一生懸命力を入れて富山市もあの協力してくださってるのでそういうところから以前より本当に 知っってもらえるようになったかなっていう,うん、うん、ただなかなか足を運んでいただくことがちょっと難しいのかもしれないですけども今まあコロナということもあってなかなかちょっとその辺あの観光と組み合わせたアピールとかちょっと今できにくくはなってますけどそのあたりも落ち着いたら戦略的にやっていくのもいいかなと思いますすよねね、うん、そうであとまあ富山ガラス工房とガラス美術館という2つのまあ大きなあの各 がありますけどもやっぱり富山県の中でやっぱり知らない方まだまだおられるっていうのは確かに事実だと思うガラスってのは聞いたことあるけども、うん、行ったことないわ見たことないわって方多いと思いますので、はい、やっぱり県の東と西にもう一つずつ何かまだ今富山市しかないけどそういうところにも例えば富山市と富山県が協力してくださってでなんかそういうアートピースも展示してあり、はい ショップで買い物できるみたいなところがやっぱりもう少しずつ増えていったらもっといろんな方にあの行きやすくなるんじゃないかなと思ったりもしますね。うん、サテライトギャラリーみたいなね,ね感じがあるといいかもしれないですよね。まあ吉田カオさんがこのガラスの世界に入られてからまあ35年以上ってことですけど、うん、自分作家としてこんな風にこの未来に向けてやっていきたいっていうビジョンをどんな 気持ちでしょうか富山のガラスがまあもっともっと知っていただけるようになるためにあのまだまだ時間はかかると思うんですけどもまあ富山にこんなガラスがあるってことを誇りに思っていただけるようなでガラスがあるこうなんていうかなワクワクする富山みたいになっていくといいなと思ってますけど、うん。 暮らしの中でんかガラス器もそうだし花瓶と柿花器もそうですけどんかそういうのを取り入れることでんかまた華やぎが生まれたりとかそういうライフスタイルの転換みたいなものもねどうやってアピールしていくかってことも大事になりそうでですよねさっきも言いましたそういうオンラインショップなどもありますけどももう少し身近に訪れる場所が増えればやっぱり実際見てみると もっと欲しくなるかもしれないですよね。<laughs> 手に取ってとか、ね、まあ本当にその輝きであるとか色合いを見てみると。うんうん、やっぱ生の力ってね、うん、大きいですもんね。あとアートピースとか。 実際家に置けなくてもそういう場所で見てあガラスってこんなことできるんだってきっと驚かれると思うんですよねそういうものを見ていただいた後でじゃあでもお酒はこれで飲もうかみたいになるといいなと思うんです毎食い飲みとかねそういう楽しみ方もありますよねまああの子供たち卒業制作でみんなね自分のペーパーウェイト作ったりとか吹きガラス作ったりとかしてますかそういうところから始まって何か富山らしいガラスの未来が ね、うん、来るといいですね。うん、吉田さんはこうやってお話してて、まあこれ後に YouTube とかにも上げますけど、はい、とっても華奢で、はい、あの小柄でいらっしゃるんですけど、<laughs> 作品作りの姿はまた力強いので、そういうね公募にも見て見に来てもらえるような、うん、まあ状況が早く来たらいいなと思いますね。すねえー、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のビジョン座と山は。 ガラス作家の吉田薫さんにお話を伺いました。